どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、ウェルシアアプリ使いづらすぎるという話をしたいと思います。はい、というわけでですね、私が大好きなドラッグストアがございまして、それがウェルシアでございます。はい、まあ大好きっつっても自分の行動圏で行く範囲にあるドラッグストアで一番近いというか最寄りにあるのがウェルシアなだけで、別に好きではないですけど、まあ、結果的にウェルシアばっかり行ってるという状態でございます。まあ1年ぐらいかな。うん、で前はね、まあコンビニ人間つってコンビニめちゃくちゃ行っててね、基本的にコンビニで買い物してたんだけども、やっぱりコンビニの値段が高いと前もなんか動画で言った気がしますけど、どんどんちょっと高すぎてお、マジコンビニで弁当買えない体になっちゃったんでね。だからやっぱ必然的にね、コンビニ行く回数も減るし、まあ引くもんね、マジ弁当。これでこの森で普通に500円超えてくるみたいな、俺の記憶間違ってなければ500円超える弁当ってほとんどなかったはずなんだよな。かなりいいランクのなんか弁当じゃないと500円って超えてこなかったけど、今もう全部500円超えてきてて、もういいやつだと600円台700円台もあるぐらいのイメージ。もう高っと思ってさ、だからもうね、あれだけ言ってたコンビニに行く回数もガッと減りましたよ、っていう中で、まあそういうドラッグストアねで安く買って済まそうというところで、まあウェルシア行ってるわけですけども、まあ、最近ですね、ウェルシアアプリになるね、ウェルシアが作ってるアプリを入れました。はい。というのもですね、それまでね、ウェルシアでポイントっつうのは T ポイントが使えたんですよ。まあ、溜まったし使えたという中で、最近になって和音も提携しましたと。提携した？よくわかんないけど、まあ、多分そもそも、なんだっけ、イオングループだとは、グループなのか提携してかわかんないけど、なんでトップバリューブランドの商品とか置いてあったんだけど、最近だって和音ポイントも貯まりますと。要は T ポイントも貯められて和音ポイントも貯まりますっていう仕組みになったんですよ。さらにそのウェルシアアプリを使えばね、要は和音のカード出して T カード出してっていう作業があるんだけど、それをウェルシアアプリに登録しとけば、アプリでバーコードを出してスキャンしてもらえれば、カードも不要っていうのを分かったので、アプリを入れたんですよ、ウェルシアのね。あ、これは便利だなっつって。ところがこれがもう全然使えないんです。使えないの。うん、ね、まあちょっと画面見せていいけど、まあね、なんか見せちゃいけないっていうか、出ちゃいけないもの出るとあれだから、もうちょっと見せないですけど、まあ簡単に言うと、ウェルシアのアプリがポーンねあって立ち上げますっつって、で、和音と T カード登録したのね、俺はね。してると、右下にアイコンみたいなのが2つ。T カードのアイコンと、和音のアイコンがあって、それを押すと、それぞれのバーコードが出るって仕組みなのよ。この時点って、めちゃくちゃ不便なのはもう想像つくと思うんですけど、皆さん。要はさ、じゃあまず和音をかざして、ピッてやってもらって、じゃあ次 T カードをかざして、ピッてやってもらうっていう。さ、なんか統合しろよ要はさ、和音カード出して T カード出してっていう作業を、ただアプリのバーコード版になっただけっていう。まあ確かにスマホ1台で済むよ。でもスマホの中での操作が煩雑。てかめちゃくちゃ手間。いちいち和音のバーコード出して、しかもね、もうなんだろうな。要はさ、何出すか店員がわかんねえから、いちいち何とか出して、何とかお願い、和音でお願いします。T か、T ポイントお願いします。みたいな。言わなくちゃいけないの、こっちが。めちゃくちゃめんどくせえ。なんでもうさ、なんか一括でピンってやったら、もうどっちも溜まるようなさ、バーコード作んねえから、バーコードなのかなんでもいいんだけど、何のアプリなんだこれはつってイライラしてるわけよ。でさ、店員もさ、なんか知らねえけど、T カードを先に要求してくんのよ。多分、まあ、和音はね、比較的最近になって提携したから、慣れてないのか、なんかレジスター上で T カードを先にスキャンした方がやりやすいとかわかんないよ。わかんないんだけど、先に T カードを要求してくんのよ。で、これもね、もうアプリの画面見せたら一発なんだけど、あ、ちなみに俺ね、支払い PayPay なんですよ。PayPay を使って支払う人間なんですけど、和音のバーコードのところには PayPay
に連携してないですよ。なんつったらいいの？和音のバーコードをかざす画面に PayPay のボタンはないんですよ。それに対して T カードの方の、もう方には PayPay のボタンがあるんですよ。つまり T ポイントピッてやってもらった後に PayPay のボタンを押したら PayPay の画面に行って PayPay のバーコードを読み込むっていうことができるんだけど、和音のバーコードから PayPay の方には行けないんですよ。わかったかな？言ってること分かってもらえた？だから、俺としてはね、もうこれがもう効率いい、パターン分かって、もうすでにアプリ自体効率悪いんだけど、俺の中でもう方程式ができてて、最初に和音をスキャンしてもらいます。ね。和音のバーコード出します。で、和音を閉じて、で、今度 T カード切り替えて T カードスキャンしてもらいますと。ね。で、その間に PayPay のボタンを押して PayPay に、の画面に行くんだけど、ここがものすごいタイムラグがあるのよ、一番。で、最初にだから T カード、和音やって T カードやった後に、で、もう、その PayPay の、で、支払いまでのラグがあるじゃん、要は。最初にポイントカードかざして、で、その間に店員さんがスキャンして、俺はその間に PayPay に移行して、PayPay に支払いたいっていう。わかったかな？もうわかんないと。ちょっとごめん。もう俺これ以上無理。はい。っていう。まあ俺の中でだから最初にワンをとりあえずやってもらいたいわけ。次に PayPay って順番なんだけど、なぜか T カードって言うんだよ、最初に。いやいや、ちげえと。俺は全部分かった上で最初に和音をかざしてんのに、なぜか T カードでって言われんのよ。もうめちゃくちゃ腹立つわけ。で、もう一回、俺食い下がったことあって、いや、和音からで、いや、すいません、T カードありませんかって言われるから、ああ、じゃあもうやってやるよ、つって最初に T カードやって、閉じて、和音出して、ピッてやって、で、その後で俺は PayPay に行かなくちゃいけないわけ。別途 PayPay 立ち上げて。もうその間ずーっとお互い手持ち無沙汰ですよ。案の定。店員も俺のバーコード待ち、俺もアプリ待ちみたいな。お前が言ったからだからな、つって。お前が、俺が最初にワンオンつってんのに、お前が T カードを要求したから、こういうことになるんだぞっていうことを、俺は強く言いたい。もうめちゃくちゃ切れようかなと思ったもん。でも、今の説明を店員にいちいちしてらんないじゃん。お客さんも後ろにいるからね。だからもうさ、もう本当にさ、俺が言ってからさ、バーコードっていうのは店員が一番やってんのになんでわかんねえの？俺が一番効率のいいし、こう、流れでちゃんとやってんのに、T カードからでって、お前、こらってなるよね、本当に。あ、もう最初に和音見せます。和音閉じます。T カード出します。T カード閉じます。その間に、他の商品スキャンしてる間に俺は PayPay 立ち上げて、T カードの、あれからね、バーコードの下にあるボタンからペイペイに行って、ずっとスマホ待ちながら、で、会計終わる頃に、ペイペイのバーコード出てくから、会計、ペイペイで、完璧なんすよ。分かってんの、俺は。なんで店員が分かってないの？最初に T カード要求すんの、なんだ？もうね、ほんと、頼むわ。だからもうね、そのアプリもダメ、店員もダメ、みたいなさ。やっぱ全部の店員さんなんじゃないよ。最初に俺が和音でって言って対応してくる店員もいいんだけど、あのね、まあ、これもちょっと話それるけど、薬剤登録とさ、登録してない、パターンがあるじゃん。ドラッグストアって。登録してるやつに限ってダメね。ダメ。やっぱり登録してなくてちゃんとバイトで来てる人の方が、やっぱ優秀。少なくともレジ打ちはね、どんだけ薬の知識あるのか知らないけど、やっぱね、ちゃんと、登録してなくて、もうアルバイトで来てる方が優秀。うん。現に俺がそのトラブルっていうか最初に T カードでって言ったやつは、薬剤登録してるやつだったからね。はい。まあ、そんな感じで、とりあえずね、非常にウェルシアアプリにブチ切れてますと、ウェルシアの薬剤師登録してる店員に腹立ってますという、今日はそんなお話でございました。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、このデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。